リードシグリスト RS3 リードシグリスト RS3 リードシグリスト RS3 は第二次世界大戦中に戦後の使用に向けて開発されたイギリスの創発三座の高等練習機である RS3 は練習機として評価試験が実施されたがこの形式は生産に入らず後に実験機の RS4 ボブスレーに改装された操縦士が 副外で登場するこの実験機では戦闘機への重力加速度の影響を最小限に抑えるという効果が確認された。レスター・デス・フォードのリードシグリスト社は戦艦機の主要なケ器製造会社であり、特に航空ケ器に特化したことで1937年にはニューモールデンにあるサリー工場に航空部門を設立することになった。 最初の製品である双発の高等練習機 RS-1 スナーガッシャーは後に工場とデスフォード飛行場で主に同社の連絡機として使用された。次の製品の RS-3 デスフォードは前作と似た規模とコンセプトの機体であったが類似点はパイロット席と共感席の構成と低翼に配置された主翼のみであった。SR-3 は RS-1 の高出力のデハビランドジプシー6シリーズ i エンジンではなく、出力 130HP のデハビランドジプシーメジャーを2機搭載していた。全体的な外観は、ずんぐりした RS-1 よりも好ましいものとなり、その良好な操縦性は、引き継いでいた。登録記号 G ゴスの試作機は、VJ で直前の1945年7月9日に初飛行を行い、 自社企画の機体として、ボスコムダウン空軍基地の航空機、並走実験機関で、戦後の有名な飛行士であるヤーノシュズラコースキラのテストパイロットにより評価試験を受け、RS3 は全般的に多発基本、中間練習機としてよく適した機体であると評価を受けた。しかし、余剰となった戦時中の練習機が供給型であったこともあり、イギリス空軍の反応は鈍いものであった。 この試作機は1946年のファンボロー航空省で公開され空軍医学研究所に配備されたが1949年5月に民間機として再登録されて以降は空軍の登録記号 VZ728 を与えられて使用された。RS4 ボブスレイリードシグリスト社自身が航空エンジニアリングと 航空機器事業の確立を望んでこの機の開発を続けたが、戦後の同社の事業の中心は、軽機とカメラの生産であり、特にドイツのライカ製カメラのコピー品の製作であった。イギリス空軍の高速度飛行研究では、起動時のコージーホース対策を探して、グロスターミーティア開発プローンパイロットを含む操縦士が、副外で登場する数機の実験機を製作した。 低速度域での研究のために RS3 から新しい丸型の機種部に副外の操縦士が短座で登場するように広範囲に改造された RS4 ボブスレーが製作された。この機種部は先端の大部分を覆う透明なコーンと最小限の速報と後方視界を確保するための両側面の独立した窓が設けられていた。 RS4 はこの携帯で1951年6月13日に初飛行を行った。有益なデータが収集できたが、RS4 に登場する、副害のパイロットは操縦装置の初期設定が困難であった。現在のハンググライダーのパイロットは、副害が効力を低減する外観を実現すると、同時に理想の飛行制御方法であることを知っている。 フィルムアビエーションサービス社で使用される RS4 飛行実験はファーンボローにある王立航空研究所により実施され1956年1月に RS4 がイギリスの民間機の登録記号 G-GOS に戻されるまで続けられた。本機は一時期フィルムアビエーションサービス社により空中撮影機として使用され1973年まで 飛行可能な状態に保たれていた。現在、RS4 は、レスターシャーのコールビルにあるスニブストンディスカバリー、パークに将来の修復と展示のために保管されている。出展、初原性能。ありがとうございます。